はい、カボス TV ユージです。いつもご視聴、たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。今日はなんか曇り空ですね。少し風があって非常に作業はしやすい天候です。天気予報では晴れの予報ですけど、朝からずっと雲がかかってますね。まあ、非常に作業日日和ですね。今日はまた平井正夫なんですけど、まあ、実を言いますとね、今自宅周りのカボス畑とかブルーベリーとか草刈りやってるんですけど、昨日ねはっちゃんがたまたま道で会って、あんたこの剣道下もうどけかならんのなって、あれもう草がえらいもうしこっちからもう私が切っちゃろうかって、半分ちょっと叱られ状態だったので、まあ剣道沿いなんですけど、ここはやっぱ人に結構見られるので、みんなねやっぱしっかり見てるんで、きちんとしとかないかんちゅうはっちゃんの思いでしょうね。はい、ということで、まあ自宅周りもそうですけど、今日はちょっと自宅周りはお休みして、県道沿いのカボス畑、ここをヘイマソウで買っていこうと思います。でここはですね、去年もう大岸ね、もう大きい斜面をもう何年も草刈ってないところを去年もう何日もかけてやったところですけど、もうまた1年でねそれが大変なことになってます。まあ、それもご紹介しつつ、今日はここの草刈りをやっていこうと思います。どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。で早速作業する前にどんな野分になってるか見ていきましょう。はい、カボス畑はこんな感じです。秋になるとこれなんちゅうかな、シャーッと立つやつが結構背が高くなるよな。でここのカボス畑は今年全部ですね撤荷しました。割とぎっしりになりましたね。なんで来年はあんまりならんかもしれんけど、まあ来年しっかり実るのを祈って、もし来年収穫できるならしっかり、数量上がってくると思います。であとこっちが去年やった大岸っていうか、もう大のり面、こんな状態です。去年やったとこな、もうこうなりました。これカンネカズラがあるんで、牛入れたら喜ぶやろな、この葉っぱな。もうちょっと向こうも行ってみましょうか。うわ、もう歩くのも大変よ。いや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 、ここですね、あの向こうに大木が転がっちゃうんですよね。しまったな、去年あそこの一本立った木を切っとけばよかったな。ちょっと下から見てみましょうか、どんな感じか。いやー、これまあ下から見た方がゾッとするな。これはいかんやつやな。多分去年もこんなんやったと思うけど、1年で復活したな、これはもういかん、うん、また今年もやりましょう。今まだあったかいんで、蛇が出ると怖いんで、もうちょっと涼しくなったらやりましょう。これはずーっと向こうまでずーっとあります。で向こう出っ張りがあると思うんですけど、その向こうもあります。はい、まあこれ去年やったんで、もし見てない方はちょっと過去動画振り返っていただいて、ちょっとシリーズになってますんで、どうぞご視聴よろしくお願いします。じゃあここは今回目をつぶって上の畑やっていきましょう。はい、じゃあこの大岸は見て見ぬふりして、今日はこの楽な作業ヘイマソウでさっと草刈りやっていきます。じゃあ安全作業で頑張っていきましょう。
あもうこれ草の種がやばいわ。半分半分行きましょう。
はい、平正雄ではもうこんなもんですかね。あとは三角砲と仮腹切れやっていきましょう。はい、終わりました。ちょっとお昼過ぎてしまいました。天気良くなったな。ちょっと下降りましょう。はい、終わりました。今日はですね、朝方はずっと曇ってて涼しかったんですけど、お昼になって非常に天気が良くなりましたね。この素晴らしい晴れ間ですよね。あのカボス畑の草刈りをしたんですけど、まあ、はっちゃんに県道沿いのカボス畑がダマねって言われたんで、まあ、ちょっと優先的にここをやりました。あとここの台のり面、これは見て見ぬふりしました。また涼しくなってあの蛇が出なくなったらやろうと思います。もうお昼過ぎてしまいましたので、今から昼食しようと思います。長い間お付き合いありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイ。